明けおめ、みんな元気ですか。明けおめことよろです。こんばんは。先ほどの新春特別公演は見てくれましたか。新春特別公演終わりです。明けおめ。見た？ありがとう。なんかすげえタコ飛んでねなんかかわいい熊タコ飛んでるそう、今日は今日の公演終わりの配信で何やっけ、ナンバトルっていう新プロジェクトが始まることが発表されました。めっちゃびっくりした。久しぶりのデデンそう、チーム解体ってなって、組閣あるんかなとか思ってたけど、まさかのまさかでね、びっくりしたね。でもさ、こうやそうこうやってさ、まだ48グループでやったことないことをさ、いっぱい考えてやってくださるの本当になんか嬉しいなって思った。ありがたいよね、いっぱい考えてくれて。公演とかもできるように少人数での、うん、明けおめ。チームがどう、あ、そう、CグループA から F あって、メカノは C やったんやけど、銅とかは今んとこない明けおめー。仲良くなりそう、仲良くなれると思うよ。っていうかさ、こういうのって大体さ、初めはなんか、わー意外やなとか、あんま話したことないなとかなってもさ、1ヶ月くらいしたら仲良くなるよね。鉄砲隊もそうやったそんなもんだよ、チームもね、いつもそんなもんっすね。誰と違うからとか、誰と一緒やからとかはないよね。なんかそんな学校じゃないやしって言ったらいいけど誰と離れたからどうとか、メンタルがどうとか、そういうの、そういう学校っぽいことはね、考えの違うよね。マネージャー発表が一番盛り上がってたそれさ、誰が聞きたいのって、配信上でやってさ、メンバーからしたらまあそれはさ、大切な関わってくることやけどさ、みんなに言って何が起こんのね誰が興味あんねんって思った
不運でしかないもんね。何々さんって言われてもほーって誰やねんって感じやから何の時間って思ったいやおもろいね、おもろかった。どんな気持ちで見てたんですか、あのマネージャー発表は。みんな真顔でした。そうよな、などんな人か知らんしな。ほんま何の時間過ぎておもろかった。もうポニーテールずっとしてるから頭痛い。朝の9時くらいからしてるから頭痛い。バトルってなんかどんな感じなんやろな。おせち食べたい。みんなおせち食べましたか、お正月ですけど。お餅、おせち食べた。初めて配信見ました、ありがとうございます。食べたよ、いいな。おせち食べた。去年は去年のお正月はあれ去年やっけな、あれ去年かな。去年のお正月はね、太田リオナがおせち作ってな、持ってきてくれたお家まで。今は亡き太田さんが、リオナのお母さんとリオナが作ってくれたおせちを食べました優しいよね。ミカナがさ、あのおせち食べれんから、実家帰らんからおせち食べれんのを知って持ってきてくれた実家帰らないの、帰らないね、怖くない、怖くて無理です、新型ウイルスが。帰らんといてな、みんな帰らんといてなっていうのもね、人の家のことは何も言えんけど、もうなるべく人間の移動を減らしましょう。おせち何が好き、みんな興味ないけど興味ないけど何が好き。数の子、数の子ミカの嫌い。栗きんとん、わかる。黒豆もいいよね。エビいいね。かまぼこいいっすね。栗きんとんとお豆好き。何があるっけおせちってエビも美味しいよね。エビ嫌いやったんやけど好きになった。甲殻アレルギーではない、多分ね。カニだけ、いやカニもね多分食べれんのよ。なんかいっぱい食べたり疲れたりしてる時に食べたらダメ
出ちゃう。ポニーテールです。今日は見たらわかるわってうん、横向いてほしい。エクステ、地毛、地毛、エクステじゃないよ、地毛です。でもね、髪の毛もう伸びんくなっちゃった、止まっちゃった。なんか停滞期あるくない？髪の毛って傷んでるんかな。もっとね、長くなりたい。頭痛い、頭皮が。今髪の毛何色？今色落ちしてなんかね、緑っぽい。アッシュみたいな。緑。ちょっと緑って感じ。オリーブブラウンとかそんな感じ。なんでこんな今日。アイシャドウ何使ってる？アイシャドウはね、あのエクセルです。エクセルのね、最近買ったね、ピンクのやつ、10番と06番使ってます。前までピンク使わんかったけど、最近ちょっとピンク。最近時をインクラミの CM よく見る。本当にミカの1回しか見てない。エクセルいいよね。ねえ、いいよね。あのね、でもね、この06のやつは右上の色が好きで、右上のばっか使いすぎて右上のがなくなって、他はしっかりあるのに右上だけ全部使っちゃった。ちょっと汚いから見せたくないけど、イエベブルベブルベ、冬かな。好きな色はピンクと紫、シルバー、ゴールド、白、黒。ショッキングピンクが好き。初見です、はじめまして。こんばんは。豚さんポーズって何？豚さんポーズ？初日の出見た？見てない。みんな読んだよ。ありがとう。いっぱい読んでね。24時間見ました、ありがとうございます。 YNN アマテラス、もう見かな。小島の本買ったで。お、そう、ビレバンさんと NMB のコラボのグッズの今予約受付中かな。小島を満足させる本みたいな
ジンが今予約受付中なので、みんなお願いします。あれね、コジリンさんがプロデュースみたいな感じで全部考えてくださって、ミカのココナさんと2人での撮影で、すごいね、ちょっといい感じにやってもらったんで見てほしいなと思います。福袋買ったよ、ありがとう。そう、福袋なんか推しメン福袋みたいなのがあるっぽいから、それは買うしかないよね、買ってね。ジンってどういうの？ジンはね、写真集みたいな感じ、アンチュさん表紙でいい感じ。加湿器使わせてもらうね、加湿器めっちゃ羨ましい、普通に欲しいと思ってたからさ、嬉しいな自分の。楽しみ、ジン早く見たい、完成。お年玉もらった？もらってません、もうそんな年じゃないです。そんな年なんかな、 18歳、世間の18歳の人はもらってるんですか？働き出したらもらわんくなるんかな、みんな。もらってた？なんかのもらってないよ。じゃあください、みんなが。いやらしいね、なんか。ください。でもさ、親戚に赤ちゃんが生まれたから、ミカナももうそっち側の立場になっちゃう。ね、お年玉あげんと。食べてない、お餅は食べたよ一つ。黒色サンタ本当にやってたよ、みんな言うそれ。みんなに言われる、なんかどの服、いろんなさ衣装とか私服とかよりも似合ってるって。一番似合ってるって言われる。もうずっとサンタでおろうかな、ミカな。今日月曜から夜更かしあるよ。そんなんな、ミカナが知らんわけないやろ。もう一日のスタートはテレビ番組表を見るところから始まるやから。モバメまだ来てない、モバメ送ってない今日。そうや、公演前送ろうと思ってたのに時間なかった、後で送ります。年越しそば食べた？食べてない。
にゃんすーの近況教えて。にゃんすーの近況、今日はずっとすみれとひなちょと3人で喋っててました。まばめ取り、と、と、取りま、取り回す。ありがとう。送るね。マスカラとこのヒロインメイク。ダブル山本の近況。今日綾香って呼んだ。呼び捨てした。ひなちゃんミカにあのこと話してた。何で？あやか。あやかさん呼びですよ、いつも。それに対するあやの反応気になる。どんなやっけ。普通にニコってしてた。確か。いつから綾香呼びになった。綾香呼びじゃないです、今勝手に呼んでるだけ、好きすぎて。綾香さん今日もケイトちゃん可愛かった。可愛かったよ。今日のケイトちゃんの髪型はミカナが選びました。なんかさ、ハーフツイン今日ケイトちゃんにしてもらって、いつものハーフツインは前髪も全部上げてこうやってやってるんやけど、前髪をちょっと残してハーフツインしてもらった。可愛かったよ。今日の和かな。今日安倍は普通でした。安倍に関しては普通でした。普通に話して普通に笑って。安倍さんね、安倍は普通ですよ。アイアンと示し合って。彩香さんがさ、やめ卒業されるまでにさ、なんかやりたい、なんか7期からなんて呼ばれる。ミカナさん、6期生と一緒。前ケイトにギャルしてほしいって言ってたけど、次世代の制服レジスタンス最高だったでしょ。やから言ったやん、最高でしょ。でもあれじゃちょっと足りんね、もっとね、もっと攻めたギャルにしないとね。ケイトは金髪ギャルじゃなくて茶髪ギャルで栗色の
サイン届いた。何のかな、ミーナ。うん、オンラインサイン会のか。ありがとね、買ってくれたみんな。平成ギャルしか勝たん、ほんまそれな。ほんまそれな。一番可愛いよね。渋谷の私か言ってありがとう、楽しかったね。みんな年越し何してました？年越すときは何してたんですか？やっぱテレビ見てました？寝てた？早寝だね。あ、 YNN の配信見てた。あのあれか、原カレンと阿部がやってたやつ課金してた。YNN いいね、模範解答ですね。100点、オタクの鏡。ピロポン、あつ森で年越し、やばー。ガキつかみてた。何してたん、若菜と原カレン。ミカニャンは何かに課金するせんな。ゲームとかでしょ、したことないかも。ゲームとかはないね。変なゲームしてたん。何してたん。前転するゲーム、何？すぐ死ぬゲーム。寿司食べてゲーム。ピンクのヒョウ柄似合いすぎ。これゼブラ。ゼブラ、ヒョウ柄もゼブラも大好き。スクショタイムください。後でやります。終わる前に。トゲに刺さったりなんちゃらに落ちたりしてた。何ゲーム、ウサギがすぐ死ぬゲーム、なんやろ。ウサギみたいな人が転がるゲーム、ホラーやん。怖っ。怖っ。頭痛い。怖いね、そのゲーム。年越しのグループラインは盛り上がりましたか？盛り上がってたね。もう昨日はずっとあのスミレとひなちょっと連絡取ってて、明けおめも初めに言った。一生話してる。
書き初めなんて書いた。それは劇場に行ってからのお楽しみ。劇場に行ったらね、みんなの書き初めが飾られてると思うので見てね。いつからひなちゃんと仲良くなったね。いつからやろう。でも最近かな、結構1、2ヶ月前とか1ヶ月前くらい。4日の公演当たりたいな。待ってる。なんか鉄砲隊公演が終わりくるんかなって思ったら超寂しくなっちゃった今日ずっとやりたい。鉄砲隊終わるの。でもさ、必然的に次のシングルとかが出させてもらうことになったらね、今の20枚目シングルの手やからどうなんやろな、分からんけど。だから鉄砲隊公演来てね、今のうちにまだ打たれてないのに。打たれに来て。打ちたい打ちたい、みんなのこと打ちたいから。そうなるよね、だってシングル出ちゃったら、出ちゃったらってあれやけど。ひなちゃんも左利き。あ、そうな。あ、そっか。そうでしたね。杉浦さんもね、ミカニアのキャンディー生で見たい。待ってる。キャンディー大好き。ラジコを聞きました、皆さん。おととい同じ校でね、占いしてもらって2位でした。嬉しいそう、モッサン、モッサン2位やったんよ。来年、今年、今年の運勢ランキングみたいなやつで。聞いた？ありがとう。もう来年は、まあ、今年ね、今年はいい年だそうです。よかった、嬉しい。その名前の M と S つく人がいいみたいな言ってたね。頑張りましょう、来年じゃない、今年もう待ってます、送ります。嘆きのフィギュアの4人組めっちゃ大好き。本当に嬉しかったな、あの4人出てきて。あれ、本番の後もね、ちょっと連絡と一瞬な、その日連絡取って4人で笑ってた。心も綺麗って言われてたね。そう心も綺麗って言ってもらって、占いの方に。なんかすごい、なんかあーってなった。
心も綺麗って嬉しかったな。残念少女見てみたい、やってみたいんよね。残念少女可愛いよね、衣装可愛い。なんかめっちゃ出てない、何この毛、誰これか。最近のスーちゃんとのエピソードさっきも言ったけど今日もずっと喋ってました。スミレはミカナのこのネイル爪をすぐイジイジしてくる、すぐミカナのネイルイジイジしてくる。どうしたのっつって、すぐこうやってやるんやからっつって無視されるけど感じです。金髪すごい褒めてたんでしょ。そうあの YNN のねモンローの時に金髪のウィッグかぶってたらスミレが「もうやばい、ほんまかっこいい、もう付き合ってほしい」って「めっちゃかっこいいねんけど」っていっぱい写真 撮られて。いっぱい告白されちゃったよスミレに。羨ましいやろう。ほんまに好きって。だからあのウィッグかぶってた瞬間だけめっちゃイケメンな気分でした。あのくらいの真っ白い感じの金髪にしたくなった。そうモンローのやつで痛いけどしません。雪見れた、雪は見れてない。大阪降ったっけ、降った、なんか天気予報で降るみたいなだったけど。ナンバトルの時怒ってた、なんでなんでどういうこと、いつミカナが、やばい暖房効きすぎて暑くなってきた、乾燥してる。一瞬降ったん、メンバーみんな降ってるって言った、え、ほんまに。加湿器あるないから、そうあの福袋の加湿器が欲しいのミカナの自分のやつが自分のがダメなら彩香さんので。てか今日さ、その公演のパフォーマンスを客席で見てたんですよ、出番が来るまで。でリハから見てて、あのやっぱミカナ、ナミちゃんがマジで推しメンナミちゃん。前さ何やっけ、研究生公演夢逃げを見学した時もナミちゃんが、ナミちゃんを推したくなってナミちゃんに伝えたの、ミカナファンやったら絶対ナミちゃん推してるって。で今日もそれ言った
本当に可愛い。なみちゃん歌声も可愛いし、パフォーマンスダンスも表情も可愛い。なんやっけな、正義の味方じゃないヒーローやっとって、もうね可愛かった。なみちゃんずっとなみちゃん見てた。しかもさ、なんか前らへんの席とかじゃなくて結構後ろに座ってて、みたいな後ろらへんから見てて、やからなんかなおさら客観視できて、普段の感じじゃなくてメンバーっていうよりその一客としての感覚で見れて、そうなった時になんかなみちゃん目いった、本当に可愛い。なみちゃんやめにゃいで、みかなちゃんの声好き、珍しい。あんま言われん、もうちょっと暖房つけすぎて喉がね乾燥してる、すごい。うん、メンバーに面白い TikTok、 そうなみちゃんのなんかインスタのストーリーかなで、なんかメンバーになんか TikTok 送りつけてるって載せてて、メカナ来てないなーって思った。暖房嫌なんよね。でもみかな電気毛布壊れちゃったから、ちょっと暖房しかなくて今買わな。牛柄かと思ったパーカー、これ牛に見えんの。なんでそんな牛感ある、タイムリーやから見えるだけ。こたつ欲しい。でもさ、一人暮らしの人とかってあんまこたつ買わんよね。一人でこたつってなんかもったいなくない？チョコのアイスみたいだから。わかるわかる、あのなんかパリパリ系のね、あるよね。こたつはコスパ、あそうなん、まあでも暖房よりは絶対いいよね。でもこたつやっちゃったらもうそっから動けなさそう。今何時ですか？どんくらいやってんの？ミカナどんくらいやってるの？38分、 OK。 45分やってる？ OK です、ありがとう。いつまでしよっかな。ね、もうすぐ1万人。ずっとしててほしい。いっぱいありますよ。今年は。今月は特に。今年はいっぱいやりましょう。じゃあ。
24時間ショールームやば携帯死にそうやし。私はいっぱい会いに行くね。待ってる。ありがとう。昨日だったら24時間できたらしい。そうなん？あ、年越しやから？ね、みんなってさ、公演の MC とかって何聞きたいんですか？何のお題やったら嬉しいですか？てか公演ってまずみんな見てんの？ DMM で。近況報告。何のお題が、例えばさ、今年の目標は何ですかとか、かもう本当にしょうもないプライベートな話か。いや、裏話とかはね、なんかあれなんよね、難しいのよね、いろいろ。裏話って何？例えば話、なんか難しいよね。でも本当に難しい、お題って本当に難しい。いや、メンバーの関係性的な話ってさ、例えばなんかピンポイントにこことこことかは絶対無理じゃんか。その人たちのファンだけじゃないし、その場におるのもその人たちだ、その二人だけじゃないしって。難しいよね、いろいろ。公演の旅に悩んでます。楽屋ネタとかもね、難しい。面白いエピソードとかもね、難しいの本当にそういうのが絶対一番いいやろうなと思って死ぬほど考えたけど、考えてきたけど、死ぬほど公演の旅に考えるけど、やっぱむずいんよな、いろいろ。いろいろって何って感じやけど、そんなん言ってくれたら分からんって感じやろうけどね。何の話がいいんやろ。ゲームしちゃうとか。前さ、それでなんか以心伝心ポーズ合わせようみたいなやつやって結構死んだ死んだとか言っちゃダメ、結構事故った むずいんよな。そろそろ終わろうかな。好きなダンスの振り、それ前やったよね、楽しかった。あの MC 予測者タイムするのでポーズをください。ポーズのネタをください。どうせみんな牛さんとか言うんでしょ。
牛。牛？牛って何？どれ？合ってんの？どこ？何にでも言えるやんか、こんなキリンにも言える。口の色がないね。ミスターパーカージュニア。寒そう。口の色がない。ありがとうございました。ありがとうございました。終わります。配信ランキング4枚。何この来るってやつ何これ何このクマのさ来るってやつなんですか。怖っ。クールきっと来るですか。なんか来るって書いてない。どういうこと。何来るって。来る、きっと来る何来るって。来る年って何。何来る年って。13位ゴンちゃんさん、12位エレンちゃん、11位サーカちゃん、10位シャドウさん、9位カミュさん、8位山本リョールンさん、7位ウィザート246さん、6位ソーサバナさん、5位しずくさん、4位モノポンさん、3位カズノブ、2位ウリエルさん、1位ヒサトさん。ありがとうございます。来る行く年来る年やばいね。ミカの世間知らずやばい。やばですか。ありがとうみんな。良いお年を良いお年をじゃないか、ことよろです。ことよろです。よろしくお願いします。また配信すぐ多分暇な時するので、また来てね。フォローしててね、ちゃんと通知行くように。じゃあね、ありがとう、バイバーイ。